こんにちは。ピカチュウ小永井です。今日もセンター試験古文第1問目の問題を解いていこうと思います。よろしくお願いします。今回は2011年度の問題です。すかし参らせたまえ。この意味を考えましょう。さて、今回はまずたまえという敬語があるので、その意味を見てみると、なさいませ、なさいませ、なさいませと、すべての選択肢でなさいませと書いてありますので、これは判断基準にはできません。次、参らせという謙譲語があります。参らすという謙譲語は、本動詞の場合は差し上げるとかの意味になるし、補助動詞の場合は何々し、申し上げるという意味になります。今回はすかしという動詞が上にあるので、参らせは補助動詞です。じゃあ、何々し申し上げるという意味になっている選択肢はどれかと見ると、2番と4番になります。したがって今回は、この参らせによって2番か4番に絞ることができました。あとは、この上にあるすかしという単語が、気持ちをなだめるのか、好きに話すのか、どちらかという問題になります。ちなみにこれを文脈で判断しようとすると、実はどちらとも当てはまりそうな気がしてしまって、ちょっと難しかったりします。すかしの意味を知っていないと、はっきりこれだと言いづらい問題だったりします。しかしこのすかしという言葉は、ちょっとこう重要というほど重要でもないので、この問題は少し難しかったかもしれません。ただし、現代語でも、なだめすかすという言葉があります。なだめすかす。気持ちをなだめる。と考えると、2番が正解かなと見当がつく人も多いかと思います。答えは2番になります。なだめすかすという言葉を知っていれば、答えられた問題です。古文の知識がなくとも、現代語の知識で何とかなる。そういう場合もあるということは覚えておいてください。ちなみに、なだめすかすという言葉は、2004年のセンター試験小説で一度出ています。過去問をしっかりやっていた人は、この問題が答えられたかと思います。なだめすかす。この言葉もついでに覚えておきましょう。自分の持っている言葉の知識を総動員して、この問題を解いていきましょう。今回は以上です。ピカチュウ小永井でした。ありがとうございました。ピカチュウ小永井です。古文漢文ゲットできたかな？チャンネル登録して